やられたらやり返す倍返しだ。ダメ沢直樹です。日曜劇場、半沢直樹がやってた日曜劇場で、天国と地獄、最古な二人っていうの、大人気のドラマの最終回になったじゃないですか。あれ最終回むちゃくちゃ良かったんで、見てない人もちょっと分かるように説明したい。説明したいというか、見れば分かるんですけども、まず北村一輝さんのむちゃくちゃいい演技が最終回で披露されるんですけども、そのセリフちょっとご覧ください。映像がね、入手されたんで。東朔也は人としての尊厳を奪われ、そして父は認知症を発症。その父の死後1年も経たず、今度は自らが余命半年と告げられる。最後はやり直す時間すら奪われた。サイコパスのお前はお兄ちゃんにその死をプレゼントして回った。はい、あまりにも兄が惨めでかわいそうだったんで。じゃあなぜまた奪う？この殺人はお兄ちゃんの声じゃないのか？立場の弱い人間がいかにたやすく奪われ続けるか、そして立場の強い奴らも最後はこういう風に自らも奪われることになる、そんなことが言いたかったんじゃないのか？やってることは人殺しだ。汚ねえしゃがれた聞くに耐えない声だ。でも、それでも、声は声だ。お前にその声を奪う正義はあんのか？たかが、女一人のために。これがあるんですよ。このシーンがむちゃくちゃいいんですよ。要するに、最終回直前で、実は兄貴の罪をかばってたってことがわかるんですよね。連続殺人の罪を実は自分に濡れ衣として捕まろうと思うんだけど、それを見抜くんですよ、桑原警部。そのね、北村一輝さんが。で、取り調べで今の言葉を言うんですよ。そのシーンが、実に、この最終が良かったんですよ。僕、北村一輝ほんと大好きになっちゃって。ちなみに北村一輝さんの若い頃、かっこよすぎてすごいですよ。日本で一番かっこいいんじゃないかなっていうぐらいかっこいいですよ。だから僕モンハンの映画見に行った時も北村一輝出てると思って、その映画の予告でもう北村一輝レーダーが反応するようになっちゃいました。ちなみに天国と地獄っていうのは、体が入れ替わっちゃう話じゃないですか。綾瀬はるかと高橋一生が。僕もたまに北村一輝と沢村一樹入れ替わっちゃいます。ごっちゃになっちゃいます。北村一輝かな、これ沢村一樹だったかな、入れ替わっちゃう。そんな天国と地獄の最終回、今のセリフね、ちょっとこの本当に言い方とかも含めてむちゃくちゃかっこ、嫌なやつなんですよ。その桑原って刑事は基本的にずっと敵なんですよ。綾瀬はるかと高橋一生を追い詰める敵なんですよ。両方とも監獄にぶち込もうっていう。だけど最終回で今みたいなセリフを言うんですよ。なんかこう、いや、よかった。そんな感じで天国と地獄実に大人気で、しかも最終回あんな感じでいい感じで終わった、面白い感じで終わったんですけども、次のドラマ、ドラゴン桜2ですね。これもまた期待。次のドラマ、ドラゴン桜2がね、またこれ面白いんですよ。ドラゴン桜の桜木亮司です。つべこべ言わず東大へ行け。ドラゴン桜2よろしくお願いします。そんな感じで、大事なのはいいねとチャンネル登録だ。よろしくお願いします。ダメ沢直樹でした。